いいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策の刺しシリーズ第62弾やっていきましょうで問題9問ありますのでまず一回動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃあ画面下げますのでお待ちくださいよっよっ もうちょいもうちょい、ょい <laughs> これでいいかなよしやっていきましょうで今日今日もっていうか今回か今回もとある都道府県の問題使ってるんですけどあののいいいつもの四に比べるとと難しいと思いますここの都道府県結構難しくてで大門1の中でもまあどもっと難しいのもあったんですけどあの死守でちょうどいいレベルのやつを9問ピックアップしてやっていきます。はい、ということでじゃあまず1番から参りましょう。 1>, ね、1プラス、まあ、小数がやっぱちょっと珍しいよね分数多いんだけど二0 2 × 2とで大事なことは足し算と掛け算どっちが先って掛け算が先ですよね計算の順序ってやつですだからここ二0 2 × 2をしましょうとそうするとマイナスとプラスなんでマイナスで 0.2×2 をすると0.4こうなるでそこに1プラスがあるから、まあ、ちゃんと書くとこうだね1プラスかっこ零0 4 つまり 1=0.4 と同じなのであとはこれは計算して0.6と。ずーっとこう自分を解いてて久々に小数きたからおってなったもんね1番からね。やっぱ不意をつかれるとやっぱりちょっと一瞬テンパるというかこれが試験会場とかだとねやっぱり一瞬止まるんだろうなと思うみんなも気をつけてね。で2番に関しては分数 とえー、が出てるとでまあこれいろいろやり方あると思うんですけど両辺まず3でかけちゃいましょう3邪魔だからねからこっち3かけると約分で消えますこっち3かけると資産12になるだからそうすると 2x+4=12、えー、とでまとめると 2x=4 こっちに持ってくるとマイナス4なんで12-4で8で両辺を 2で割ると x =4 とはい次ですねで次はま計算えっとですよでやっちゃいけないのはこの状態で入れるやつね入れちゃうときつい,いできるんだけど時間かかりすぎるからだから必ずここに与えられた式を整理してから a と b を代入しますじゃあ、えー、と代入の部分もあるからちょっと狭くいこうか。 カッコの前に3があるので3を配りましょう。そうすると 3a-6b-5 をこっちに配ります。-15a+5b と。a 同士、b 同士は足し算引き算の計算ができるので、a 同士まとめると -12a、b 同士まとめると -b となります。ここまで来てから、ね、ここまで来てから代入です。 で、A のところに2分の1入れると、マイナス 12A っていうのは、マイナス 12×A だからね。だからかける ×2 分の1です。正直きちんと書かなくてもいいです。もう暗算しちゃってください。できれば。で、マイナス B のところ、B に3を入れるから、マイナス3となる。で、ここが約分すると、マイナス6ですね。つまり、マイナス6く3になるから、マイナス9と。これで終了。 となります、まあポイントとしては必ず計算してから入れるっていう。であのー、これは別に真似しなくていいんですけど自分はケアレスミスが非常に多いので早く解くっていうのを意識して早く解いて残った時間で、まあ、2回目とか3回目を解いていくんですよね。で例えばこの問題とかさ、まあ、計算ミス出やすいのは分かってるからもし2回目やるんだったらわざとわざとここで代入します2回目は。 違うアプローチで解きたいんですよ。確認って。同じのでもいいんですけど、さっきはちゃんと整理したから、じゃあ今回あえて整理しないで、時間とも相談だけどね。あえて整理しないで AB 入れてみて、同じ答えになったらさ、まあ、二つの道をたどって解いて、同じ答えになってれば、もうほぼ安心だよね。そう。っていうのをあえてやったりもします。まあ、皆さんもね、試験本番の時に余裕があれば、時間のやってみてください。ね、次4番が、X についての方程式です。 で、こうね、a と ax、x 入ってますけど、で、こいつの解、つまり答えね、解がマイナス1なんです。で、これは x2 乗から始まってる二次方程式です。二次ね。だから答えも2個あります。基本的には。その片方がマイナス1。じゃあもう1個の解、つまりもう1個の答えは何なのって。で、ここでのポイントは、解がマイナス1と言ってくれてます。つまり、 x がマイナス1なんですよってことです。答えだからね。x についての方程式だから。これがもしね、a についての方程式って言ってたら、a イコールマイナス1です。a が主役の式の答えがって言ってるからね。今、x だからこっち。で、与えられてるからもう入れればいいんです。これを。ここ入れます。まず2乗。マイナス1を2乗すると、マイナス1かけるマイナス1なんで、プラスになって1。ここにマイナス1か。 入れるとプラス 2a になります 2a でプラス3イコールゼロでこれを解くとここ4だよね 2a イコールマイナス4なので a イコールマイナス2となりますでこのタイプの問題って a を求めろっていうパターンもあります結構そしたらこれが答えです a イコールマイナス2ただ今回はもう一つの解ねもう一つの答え出せって言われてるからどうするかっていうと この出た a をここに戻すんです。入れてあげる。そうすると、x2 乗。あのこのね、この式だよ。マイナス1を入れた後の式に入れるんじゃなくて、元々の式に入れます。x2 乗で a にマイナス2入れると、マイナス 2× かけるマイナス2だから、プラス 4a プラス3イコール0と。こういうシンプルな、ごめんなさい、a じゃない。<laughs> x の二次方程式。 シンプルなな式になりますあとはこれを解くんですこれを因数分解しましょうかけてプラス3足してプラス4になるコンビはプラス3とプラス1ですね3と1はかけたら3になる足したら4になるだから因数分解が完了ですでこれを解くと x イコールマイナス3とマイナス1っていうのが出てきます答えとしては。 で今これを解いた答えがこれなんです。でも今答えに書くのはこれじゃないです。答えの欄に書くのはね、何を書くかっていうとマイナス1は先に言ってくれてる。つまりこいつはもう言ってるから書いちゃダメです。書くべきはもう一つの答え x イコールマイナス3と。これで終了となります。いいかな。これも有名な問題なんでぜひ解けるようになっておきましょう。で、えー、5番でございます。 あと数量関係ですね不等式で表しましょうと一応、えー、出すか編集で文字出しますね読みます一個 A キログラムの品物三個と一個 B キログラムの品物二個の合計の重さは二十キログラム以上であるとでつまりほにゃららは二十キログラム以上っていうその文章をえっ、ー、と数量関係って言って不等式で表したいんですね。 で、ここは、えっと、1個 A キロの知らも物3個って 3A ですよね。A が3個だから 3A。3A。で、B の、B キログラムが2個だから、それを足してるから当然プラス 2B になります。重さとしては。多分、ここはわかりやすい。A3 個と B2 個、全部で何個は 3A プラス 2B だよね。これは20キログラム以上なんです。以上。 で,これを式にしますで比べてるのはこいつと20だから 3a+2b プラス B と不等式のマークが入って20が来ると。でこのまず大事なのは 20kg 20以上なんだよねこれとこれどっちが多いまずこれが大事どっちが多いか。は以上ってことはこっちだよねこっち。 大ききいのは。はだから口はこっちに開きます。であともう一個のポイントがこの文字「以上です。その中のこの中こ漢字注目してください」いっていう漢字が入ってる時つまり「以上と「以下もそうですねちょっと薄くなっちゃった「以下もそう「い」って漢字が入ってる時はこの不等式のマーク「イコール」が入りますつまり今回の答えはこれです だから、ポイントとしては、まず何を比べてるのって。3a プラス 2b と20を比べてれば、まあ、いけると思う。次に、どっちが多いのって。これは日本語の問題です。俺の体重は2 0キロ以上ってなったら、俺の体重の方が多いでしょってったら。20で多くなってるはずだから。だから、こっちが大きくなるなと。で、あとは、以上と以下っていう、いの漢字が入ってる時は、イコールです。これは何を表してるかっていうと、イコールが入ってるのは、こいつが、 二十ぴったりになることもありますよってことです。もしイコールが入ってなかったら二十ぴったりはないんです。二十点一キログラムとかはなるんだけど、いいかな？だからいって漢字をマークにしてください。イコールが入るとき、入んないのは未満とか大きいとか小さいとかこういう言葉です。基本的に出てくるのはいいかな？以上と以下のときはイコールが入ると。 で次ねじれですねねじれの中でもなか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 のやつよ、はいえーと。ねじれの位置の出てくる問題の図形ってよく出てくるのはえー、とちょっとざっくりごめんね。三角錐、まあ三角柱もだけどね。あとはちょっとごめんくしゃってなっちゃった。四角錐、まあ四角柱もそうよ。これが多い。でこの今回六角って、えー、六角柱なんだよね。六角形の。 中だから正六角中なんだけどまあ五角とか六角出てくるとちょっと難しくなりますで普段自分ねじれの位置の説明をする時にこうやって教えますこれねちゃんと説明できてないんですよ実は足りない説明なんですけどねじれの探し方ねねじれっていうのは交わっている辺と。 平行な辺を除けばいいとよくこれで教えますそうでなんでかっていうとさっき出てきた図形よく出てくるあのタイプの図形はこれで処理ができます交わってる辺と平行を除けばいいんですでも今回これが太刀打ちできないこれだと音を抜けてしまうんでちょっとあるものがねで正しい覚え方としてはここここの覚え方をちょっと変えます平行な辺を除くのはあの同じです ねじれを探したかったらその主役のものと平行を除いてくださいでもう一個はちょっと難しい言葉を使いますね同一平面上という言葉があります同一平面上ちょっと囲いましょうかこれちょっとごちゃごちゃして申し訳ないね ではちょっと実際確認していきましょうで今回探したいのは A、B とねじれです、AB、ここねこいつが主役ですでまず平行分かりやすいからいきましょう平行これ六角形斜めになると分かりづらいんだけど六角形っていうのはえー、っと間違えましたちょっとね俺の図が汚いからあれだけどこうなってるからもしここが主役になるとここは平行です 正六角形だからねいいなので今 AB が主役になった瞬間にこいつ平行ですこいつも平行ですそれちょっと奥だけどねここ GH も平行になりますだからそれまず除いてくださいこいつはねじれに入らないっていうでもう一個同一平面上同一平面上ねは何かっていうとこの AB こいつねちょっと色塗りますよ こいつが入ってる同じ平面。つまり面です。面。同じ面に乗ってるやつは全部削除してください。で、わかりやすいのは上よ。上の面。だって AB って上の蓋の部分になってるでしょだから、この上の面に乗ってる辺。こいつも、こいつも、まあこいつはさっき外されたけど、こいつも、こいつも外せます。全部外れんの。ねじれにならない。こいつらは。で、忘れちゃいけないのがもう一個。 AB ってこっちの横の側面。四角のね。ここも1個の辺になってるから BH と AG のこいつも同じ面にいるから削除になります。こうやって探すんです。こうやって。で、もともと交わってる辺でよかったのは AB、こいつと交わってれば外せるよ。外せるよっていけたんですよ。で、それでよかったんだけど、角が増え、あ、ごめんなさい。辺が増えてしまうと こいつらがねね残っちゃううんだよ、ね、そうだよそ正しい覚え方としては同一平面つまり同じ辺の上にごめんなさい同じ面の上に乗っている辺と平行になっているものを除けばねじれは残ります勝手にじゃあ何が残ったか確認していくとまあ上が消えてるもんね縦の棒でいくとここ CIDJEKFL、えー、この4本です縦の部分残ってますね。 で下の面に行くと HIIJ こいつはダメだね平行で LKGL っていうつまり8本残ったのでねじれは何本ですかって言われたらあ <laughs> ごめんなさいこの問題は青だったわ8本ですってねじれはねこれが答えになります ででは次、番です。これもねなかなか珍しい平均の速さね大門うちで平均の速さ見たら多分初めてじゃないかな俺があんまやってないからかもしれないけど結構珍しいで何かっていうとつまりは速さですやってることは小学校でやってる見はじとか木はじってなんか俺よく「ドラえもんの鈴」って習ったんだけどあったじゃんこれ俺見はじだったからちょっと道のりの方でいくね見はじって、まあ、これが 気始のね、方もいたと思うんですけど、つまり、速さ出したいから、ここ出したいんですよ。だから、道のり、もしくは、距離と、時間さえ分かれば、もういいんです。出せる、出せる。で、やってることだけ確認しなきゃいけなくて、行きは毎分60っていう速さ、帰りは毎分90って速さで往復したの。で、往復、行って、帰った全部の、全部の、えっ、ー、と、速さを出せって言ってる。平均の速さね。だから、 まず道のりの方考えていくと家から a キロメートル離れてるんですよでも今考えてるのは往復してるから A 行って A 帰ってるから道のりは 2A なんだよね 2A で時間どう考えるかっていうとまず行きの方行きね行きはさもちろん A っていう距離で行ってるじゃんで速さ60で行ってるよね行きは速さ60 だから、行きの、行きの時間を考えると、時間っていうのは、速さ分の道のりです。だから、60分の a って、これが時間なの。行きにかかった。え ?60 分の a。じゃあ、帰りはって考えた時に、帰りも、道のりは a、同じでしょただ、速さが変わってて、速さが90なんですわ。90。 だから帰りは90分の a で毎分だから分か単位としては両方時間こうかかりましたとでこの道のりってさ足し算できますよね距離が akm と akm って足し算できるじゃないですか am か今はで時間も足し算でできるのね感覚として例えばえっとあなたが30分勉強しましたで俺が20分勉強しました2人で何分勉強したって30たす20で50分でできるじゃないですか 時間も足し算できるんですよ。でも、速さって足し算できないのね。例えば、行きの60、速さ60のことじゃあ俺が帰り90だとするじゃんか。で、あなたが60です。あなたがね。あと、あなたと俺が肩組んで、60と90でダッシュしたら150にはならないでしょ。うちら。で速さって足し算ができないのよ。なので、今、行きの時間と帰りの時間をそれぞれ出して、それを足すんです。つまり、60分の A。 す分の A とでめんどくさいんでこれ180で通分しちゃいます180そうするとこっちは3かければ1 8 0 2をかければ180なんで180分の口でごめんね 3A と180分の 2A になるから180分の 5A になりますこうやってで5で約分しちゃうか先にまあいいかしちゃおうそうするとえっと36分の 1> 1こうなりますだから往復全体で考えた時の「道のりはは時間はこれなんですじゃ,あじゃあ速さ出したい」速さっていうのは時間分の道のりまあ正しく言うと道のり割る時間ですね道のり割る時間だからそのまま道ので割り算の後ろの分数っていうのは小学校でやったけど掛け算に直して 逆逆数数にひっくり返します逆数でこれ36分の 1a って横にくっついてる a はもともと上に乗ってるからねこうやってひっくり返すとこうなります。A は約分で消えてしまう残ったのは2と36だから答えとしては72と。で分速四角メートルって書いてるからまあこれでいいか四角の部分は72です。 ちゃんと書くなら分速72メートルなんだろうけど、四角に当てはまる数を求めなさいだから、今回は72で終了というふうになります。なので、考え方としては、その平均の、えー、と速さ言われてるけれども、じゃあその平均を出したい、まず道のりはどれぐらいだったのって。2A だったよね。じゃあその平均でと、その部分でかかった時間って何分だったのって。行きと帰りを別々で出して足せばよかったよね。って じゃあ道のりと時間揃ったからあとは見端の計算でいけるよねっていう感じいいかなこういうふうにやってくださいで <laughs> ごめんなさいまだまだ続きます8番もなかなか厄介ね逆はなかなか出てこない逆が正しいものを一つ選んで記号を書きなさいとちょっとこの辺にあの出しときますねあの選択肢のやつはでまず <laughs>「逆」っていうのが何だっけって方もいると思います これは中学校2年生の時は照明やりましたよね。合同の証明。あの、証明に入る前に、過程と結論ってやってるんですよ。ほにゃららならば、ほにゃららっていう。ならばの前が過程です。ならばの後、前、後が結論なのね。で、これを入れ替えたもの。結論と過程を。入れ替えたものが逆なんです。いいで、絵でいきます。説明しやすいんで。 では、x1 ならば、x2 乗イコール1であるって、まあそうだよねっていう文章なわけです。これの逆っていうのはさっき言ったここをひっくり返せばいいから、書くと、x2 乗イコール1ならば、x イコール1であるっていう。逆を書きなさいだったらこれで終了よ。逆はもうひっくり返すだけだから、ここただし、 この逆が絶対正しいかどうかっていうのは実は保証がないんです。最初の文章がどんだけ正しくても、ここを過程と結論を逆にしてしまった時点で、あれってなるものが出てくる。じゃあそれが正しいかどうかのチェックがこれです、ポイント。入れ替えた後に、もう絶対にホニャララだけっていうのを付け足すといいんです。まあだけはなくてもいいんだけど、絶対にを強調するといい。つまり、x2 乗イコール1ならば、 実際に x イコール1だけっていうその文章が合ってるかどうか上げ足を取られないかどうかっていうのが大事何を言いたいかっていうとこれ実はバツですこれダメなんですこの文章なんでかって x 二乗イコール1これ解くとまあ二乗外すから x イコール1とマイナス1が出てきます答えとしてはこうなのよこっち側の選択肢としては今言いたいのはこれならば 絶対にこいつだけですかって言ってる。こいつだけですかって。いやいや、待ってくれと。お前がいるやないかいって。こいつがいるせいで上げ足取られるんですよ。いや、なんかそれこれだけとか言ってますけど、マイナス1いますからっていう。そうなった時点でこれは成り立たないんですも、もんだから正しくないっていう。考え方としてはこうやってやってきます。もう一個、うういきますね。こっちのはちょっと難しい。まあ、入れ替えるのは楽なんで入れ替えてください。この選択肢見てね。 こっちに x'4 が来る。で、こっちに x'' 二乗大なりイコール5ですね。こうなる。つまり、こいつの、ね、こいつだったら、絶対にこれだけですかっていう。上げ足取るものないっすかって考えるんです。そうすると、これってさ、えっ、ー、と、x 二乗じゃない。ごめん。<laughs> 引っ張られた。x が5以上。ああ、5より大きい。あ、5以上ね。なので、選択肢としては、まあ、整数だけで考えると、 5より大きいからさ、5、6、7、点点点って続くわけよ。もちろん5.1とか5.2も入るわけよ。で、これさ、4でイコール入ってないから4が入らないわけ。だから、整数だけで考えると、確かに5、6、7ってなるから、あ、同じ同じってなりそうなんだよね。なりそうなんだけど、スタートは4から始まってるから、4は入らなくても、4.1とか入るよね。 こっちにはだって4より大きければいいんだもん4.14.24.34.01とかも全部 OK よねはいはいはいとこっちこんだけ手,手駒持ってますけどって絶対にこれと言いましたよねって私たちこれがいるんで入りませんけどっていう上げ足が取られるんですここで絶対にほにゃららだけと言っているくせにああこっちいますけどってなった時点で成り立ちませんってことで「う」も×ですこれは。 だから考え方としてはこうやって考えるといい。絶対にそれしか入んないのっていう。で、次、い、e、ですね。い、e、長方形は対角線がそれぞれの中点で交わる四角形である。これ逆とあ結論をね、と過程がちょっと分かりにくいかもしれないんだけど、長方形っていうのが過程です。先に。で、対角線がそれぞれの中点で交わる四角形っていうのが、えー、と結論になる。ひっくり返します。だから、対角線がそれぞれの、ま、中点で交わる四角形、 形は長方形であるっていういいかなでじゃあ対角線がね中点で交わるものはぜ絶対に長方形だけなんすかって考えるんよそうしたら違うんだよねいるんだわほかにまあいっぱいいるんだけど例えばひし形とかねひし形は <laughs> ごめんなさいひし形はえっと 対角線が中点で交わるので、交わってんですよ。でもあれ長方形じゃないんですよ。そう、だから、いやいや、ひし形いますけどって。長方形だけって言いました。いやいやいや、いやってなった時点で、うはダメなんです。そう、ってことで、この8番の答えは。赤。えってくすなった。あが答えになります。じゃ答えました。そこはと分かりにくいかな。まあいいか。線引いてるからね。つまり、正三角形はすべての内角が等しい三角形であると、逆にします。 すべての内角が等しい三角形は正三角形であると。つまり、すべての内角が等しい三角形を考えたときに、正三角形だけですよねっていうのが成り立つんですよ。他作れないから。絶対正三角形だから。内角全部等しかったら。っていうので、上げ足が取れないので、あが正解ですよっていうのが考え方です。よろしいでしょうか。はい。ということで、動画が長くなっているのを謝罪しながら、9番やっていきます。<laughs> 声がもう枯れてる。 で、次はですね、えっと、ああいう、えっと、P と、あ、O だった。<laughs> ごめん、Q って書いてまった。P と O だったね。がある、直線がありますと。で、45度回転させたいんです。この、こいつ、O を回転の中心ね、回す中心にして、P を45度回転して、この辺に移したいんです。P をピーって。で、それを作、作図しなさいと。 で作図に関してはね、もうほんとしつこく言ってますけど、3つしか技を持ってません。え中学校の時3つしかないんです。で、その中に45度を書くっていう一発の技はないんです。でも、書けるんです。なぜかっていうと、組み合わせればいい。2つ組み合わす。どうやるかっていうと、みんなは90度は書けるんです。90度書ける。どうやって書くかっていうと、まず、この O の周りに90度を書きます。えっ、ー、と、コンパスごめんなくてごめんね。コンパス適当に開いてください。 ここに刺します。刺して、くるっと、こうやって、2箇所作ってください。で、そのままちょっと大きくして、ここと、ここに刺して、シュッ、同じやつでね、シュッってやると、こうやって書くと90度が引きます。これが、水線の書き方です。技1個目です。みんなが持ってる。水線の書き方。いいかなこれで90度書けました。 いいじゃあどうするってもう一個みんな技は持ってるそれが角の二等分線です角の二等分線角の二等分線ってのは名前通り角度を二等分半分にするんですさあ90度を半分にすれば45度なんだよねだから技を2個組み合わせて45度が書けるじゃあここの90度を半分にしていこうってことでやっていきますでまあここ使ってもいいんですけど一応ね書き方確認しておきたいのでまた適当に開いてくださいコンパス ここに刺します。で、シューって、2箇所、印をつけます。そしたら、また、そのまんま、シュッ、シュッって、ここに刺してシュッ、ここに刺してシュッってやって、ここを、ごめんちょっと曲がっちった。通るやつをやると、これが角の二等分線です。90度を45度にやりました。だから、90度だったのが、今、ここが45度になったんです。 回したかったからね。こうやって45度回したかったから。で、最後に何やるかっていうと、P を移したいんだよね。だから、この P を移すためには、OP の長さを変えちゃいけないんです。だから、OP にコンパスを広げてください。合わせる。合わせて、最後に、ここに針を刺して、ここに P に合わせておいて、こうやって移動させます。そうすると、この距離とこの距離は変わらないから、P が 欲しかっった場所に移ってくるとで回転させた先が9かだからここにちゃんと9と堂々とね9書きましたよって分かるように書いてあげてこれで終了となりますいいかななのでちょっとまあポイントなので、えっと、書いておこうかな45度の作図を作図を書む作図を書きたかったら みんなが持ってる2つの技垂線プラス角、えー、の二等分線2つの技を使えば45度を書くことができるからぜひ覚えておきましょう。 いいかなちょっとね動画長くなってしまって申し訳なかったんですが、まあ、結構ねボリューミーな内容だったと思いますもちろんね一発ですんなり解けた方は全然構わないんですけどもしなんかヒントがないと解けなかったとかちょっとね解けなくって今解説を聞いてくれた問題とかは必ず必ず復習してください多分ここの問題のつまずいたやつは下手すると解けなくなってると思う明日とか明後日だからしっかり確認して自分の力で解けるとこまでね持っていってもらえたらと思います では、えー、今回はね、高校受験対策の趣旨シリーズ第62弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。